はい。えー、どうも皆さん、トライアングルです。えー、ちょっと続きやっていくんですけど、申し訳ないです。前回ね、あ、なんか音が、ご <laughs> めんなさい、またアイテムの音がしないんですけど、ちょっとお許しください。なんか青蜜よくバグるみたいですね。はい。このアイテムなしは、の音は、えー、バグっちゃうみたいなんですけど、前回ね、水がない、水がないって言ってたじゃないですか。えっ、ー、と、このバルブをひねったら、えー、水が出てくるみたいで、はい。えっ、ー、と、そこでペットボトルで水を汲めそうですね。はい。<laughs> 撮影の後にちょっと触ってたら気づいたわ。 これで、えー、とペットボトボルに水を入れます入れてどうするなんか体温計かなんかに温度下げればよかったのかな多分これですよね多分これに水をぶっかけるみたいな感じじゃないですかねペットボトル水入り使えなかった <laughs> え水水使うところあったっけなんか熱くて通れないみたいなそんなもんなかったよね ブンブンハローユーチューブヒカキンさんここなら来るか来ますね <laughs> なるほどもうミカがいなくもうミ,ミカがそのやられたら完全にもヒカキンさんは来るようになってるんですねてか結構ずっと長いなずっと来るな <laughs> こんなんわかるかい <laughs> うおおびっくりし <laughs> ちょっと待って うん、ヒカキさん、助けて。う <laughs> ごめんなさい。文句言って、申し訳ありませんでした。ああ。いや、これは、わ、わかりました、皆さん、これ。ええー、いやば、わ、ま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 、か,かるのかもしれないんですけど、僕はね。 分かんなかったこれマジでいやーこの先があると思わんかったでさっきヒカキンさん来たよねってことはヘイヘイオッケーあっはっはヒカキンさん勝負だこれさ純粋に爆音でヒカキンさん来たけどこれマスクがヒカキンさんだからヒカキンさんなだけですよねだよね多分でも見れましたねダブルヒカキンさん <laughs> ヒカキンさん とヒカキンさんによるヒカキンさんのためのヒカキンさんに。ん <laughs> よし。さあ、これでようやく長い。もう撮影一回切ってましたからね、僕。あ、もうこれは時間かかるやつやと思って。でも攻略情報を見ようかなって思ってた瞬間でしたから。瞬間ではないけど、あもうもうこれは攻略情報を見る、見るかなーっていう時に、なんとなく僕、辺り一面探すんですよ。なんとなくもう、あ、もうこれ一通り見て無理だったら、もう攻略情報を見ようって思った瞬間に、 えー、見つけれました。ありがとうございます。で、こんなか入れるん多分。だよねオッケー前、ヒカギンさんの時あったからね、これ。そして、水泳バッグ。お、う、っ、ん、!0626 って書いてある。0626。で、ここなんか扉っぽいのないはっすごい隠し扉みたいになってる。0626ね。で、これはドアノブがないようだ。<laughs> ないってどういうことですか <laughs> そういうことありえますか 0626ね、ここでヒロシ君が遊べるわけではないと。多分06ん06、違う、0626じゃない、確かこ。そんなんじゃなかったけど、06、あ、26でした、ごめんなさい。多分ゼ0626、使えないこれ。水泳バッグに、あ、中身でも空って書いてあるか。0626を更衣室のここに打ち込むんじゃないかな。いきましょう。打ちます。0626、サンキュー !What do you do? 待て待て待て0626えゼ0626だよね積みました <laughs> えゼ0626はいええあマイナス10そういうことか0626だから06待てよ今テンション上がっていると思います 0616! これだよしそういうことかマイナス10しろってことかはあセンーだロッカーが開いたマイナスドライバーのシーンほあはえー、っとってことはこれをまあまあ付け替えるのは当たり前だとしてどっか付けれるとこあったっけマイナスドライバーのシーンを保管したドアノブかなんかを おそらく外せるんですよねでさっきあのドアノブがないって言ってたところにドアノブをつけると思うんですけど扉どこにあったかな扉はいえー、ちょっと申し訳ありませんえっ、ー、と攻略情報見させていただきましたもうずっとやっても分かんなかったので、えー、攻略情報見ましたえっ、ー、とこちらですねこれ水を抜いてここ,こ見えますかねこのくぼみがあるんですよ このまずプールの水を抜いた後にこれわかりますこれだってパッと見てもわかんないもんね今チーってみてもここにマイナスドライバーを入れるみたいですそんなわからないです僕にはわかりませんやったぜなにこれんと取れ取れませんんと,と取れませんよあこれに水を入れるのかこれに水入れペットボトルを使用する 何かが浮き上がってきた。あー、なるほど。普通に手で取ればよくね。よしよしよし。オッケー。これどうしよう。もう一回水入りペットボトルにしとく必要。あるかもーえこれいける。あ、大丈夫だね。多分ロッカーあったよね。大丈夫だね。よかった。えっ、ー、と、ここで。落ち着いてオッケー、落ち着いていけば大丈夫。いやー、これはわかんなかった。はい。あ、あと皆さん、ちょっと、ね、これロッカー入ってる間にね。あの、ちょっと、ね、僕の愚痴を聞いていただけませんか。あのですね、通知がいきません。<laughs> あの土曜日ね朝とお昼に投稿したんですよ一本一本ねどちらも通知いかずにちょっとその辺ちょっと事務所のね方よかったらこの動画見ておりましたが見ておりましたら僕だけ通知がいかないのをちょっとあのなんだろうな原因究明をご検討いただけないでしょうか <laughs> いやーなんか ねえ、その案件も別にイベントももういいですって断ってる身なんで、せめてそういうとこぐらいはちょっとやっていただけたら嬉しいなと思います。ごめんなさい。文句言ってごめんなさい。<laughs> だって、バディさんとの連絡だって月に1回ぐらいだからね <laughs>。よし、行きましょう。えー、っと、下行くか。とりあえずまず下見に行ってみましょう。<laughs> うわあ、また音がしないパターンのやつじゃないこれ。またバグりましたね。どうしようかな。下がまあ、とりあえずちょっと。 上見,上見ていろいろ見るとこありそうです青鬼オンラインすごい音がしないのがすごい嫌だ <laughs> 音がしないのがすごい嫌なんですがこれ青鬼オンラインですねなるほどこれは動かせないいやでもいけるなこれまずここ押すでしょでこっち行けばこれどっかから出てくるんでしょ青鬼知ってるんやでこうでこうかあ違った <laughs> <laughs> えー、いやでもこっからこっからこうじゃないかおっ来た起死回生の一手といったところそして開けるとわあ、青鬼オンラインのステージだえっとこれブクブク鬼えちょっと待ってってことはもしかしてブクブク鬼さんが出てくるんじゃないですか六角ごめんなさいアイテム音がしないのが本当にお許しくださいこれ多分青鬼2でよくあるバグらしいので調べたところはいちょっとそこはねお許あの青鬼の警告音は出てきますのでねその分僕はいっぱいしゃべります いいっぱい喋りますのであごめんなさい一回ちょっとやっぱりあのあのごめんなさいホーム画面戻ってダウンロードし直しますちょ,っとちょっと待っててくださいこれびっくりするんだよね最初のバグこれ汽車 <laughs> がここンって音するんで <laughs> よしこれで多分戻せたはずさあ行くぞお邪魔します。すあーここはここ普通にあれなのかなえっ、ー、と青銭の部屋なだけでいいんですかいいんです ここ、青鬼オンラインですぐお世話になったな。ってことはやっぱりブクブク鬼来るかななんか来そうな気がする。このステージはブクブク鬼なので。ってことは、下にツインのベッドがあるはず。この下にね。この下にツインベッドが。カーカギ。ーえーっと、ここはなるほど。ここが2階に行く道だったんですよね。とても動かせそうない。こっちは 飛び箱あの小さな鍵はおそらくさっきゲットした鍵で開きそうだけどこのね予想していいですかこの中に僕青にいると思うんですバコーンって来そうな気がするんですけどどうなんですかね僕バコーンって言ったらあの全力で僕あの羊のモノマネしますわロッカーの鍵ドアノブあやったこれでいけるぞあ来なかったよかったああ怖かったじゃあこれでドアノブでいけばいいか う、よし。絶対来ると思ってたんですけど来なかったですね。なんかちょっと、ちょっと拍子抜けといったところでございますあああさて、行きましょう。じゃあ、こちらで。あオンリーさんは来ませんですね。オッケー。よーし。さて、じゃあ、ここのロッカー、ドアノブを。ドアノブがないようだ。なぜあそこのドアノブがあったのか分かんないですけどね。はい。ドアノブを取り付けた。レッツラ。めセーブして、セーブして、セーブ,セーブ。これはセーブ。これはセーブ。 はい、セーブでございます Thank you guys OK はい女子のカーいくぞトライアングルさん進めトライアングル女子のカーへレッツラゴーダー,ーえーちょっと待ってちょ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 ちえー、危ない危ない危なかった危なかった、うん、<laughs> 大丈夫 大丈夫だ。ヒカキンさん、僕はここにいない。大丈夫。帰りたまえ。あ,あ,あ,あよし、帰っていったぞ。オッケー。ふぅ。<laughs> オッケーオッケー。だいぶもう、青に慣れてきましたね。うん。まあ、基本、ヒカキンさんに慣れてきたんですけど、慣れてきたと言っても。なんか、最初の頃は本当に青に来るのがもう怖くて仕方なかったですけどさあ、それでは皆さん。ロック、女子ロッカーに。 普段ね、僕がリアルの生活では絶対、ってか、リアルの生活で入れたら問題ですけど、入ることができないロッカー。しかし、ゲームの中なら入れます <laughs> よし、女子ロッカーレベの鍵をくる。こここそ絶対あれですね。青鬼がバチコリ出てきますね。大丈夫です。出てきません。青鬼なんかいないさ。青鬼なんて嘘さ。いない。い、いない何もない。 え何もないなんてことないよね女子の下着ぐらい1つや2つないな,なんだとええってここちょちょ,ちょ待ってババールかなんかをさババ,バールでなんかぶっ壊すみたいなあちょっと待ってこれ数字になってんのかな12335あっぽくない ?35 そうだ3561 で、こっちから見るとして、6135。6135じゃないですかね、これ。じゃないですかいきます ?6135。Yes, holy love e s 高橋クリニック。OK! <laughs> よし。お邪魔します。うおなるほど。これで拓郎編と繋がるってことか。え、じゃあ、たけし、さよならじゃん。多分だって首つってるよね、あの子。よかった、無事なな。 そちらこそ無事でしたか。よかったです。みんなはミカがミカそうか。意外と、意外とあれだね。すごいなんか、あの、あっさりだね。大丈夫とにかく、たけしたちと合流しましょう。ああ。たくが仲間になった。でれれでれでれ、でれで長いからやめよう。よし。えーと、セブン。行きましょう。